阪神5231系電車。阪神5231系電車。阪神5231型電車は、阪神電気鉄道が、かつて所有していた、各駅停車用の通勤系電車である。旧型車の置き換えと輸送力の増強を目的に1961年から1963年に、かけて2両が製造された。 1958年に製造されたジェットカーの先行試作車5100系初代2両と1959年から1960年にかけて製造された5101系5201系30両の計32両の登場によって1960年9月のダイヤ改正から昼間時の普通は1101計画、形式などの旧型車からすべて ジェットカーでの運行となった。また、この時点までに普通用の小型車のうち、車体長の短い11型が1959年に全車置き換えられて廃車となったほか、半身初の構成車として知られる601型も5101.5201系の増備に伴い1959年以降、置き換えの対象となり、1960年12月までに全車が廃車された。 このように着実にジェットカーへの置き換えは進んでいたが先行の愛称で呼ばれ当時40両前後が残存していた1101系各形式の置き換えは予約書についたばかりであった。しかしながら阪神の新設軌道各線は1968年に予定されている神戸高速鉄道への乗り入れ及び山陽電気鉄道との相互直通運転とそれに伴う 河線電圧の直流6 0 0トから1 5 0 0トへの昇圧が控えており、それまでに原損の小型車を置き換えて、車両の大型化と輸送力の増強を図ることが求められていたことから、5100、5101、5201各形式の使用実績に鑑みて、1500、 ボルト小圧に対応し製造時のコストダウンを図った5231型を心臓することとなった。5231型は1961年12月から1963年3月にかけて5231、5232、5239から5244の8両が、 日本車両製造で5233から5238、5249から5254の12両が、記車製造で5245から5248の4両が、川崎車両でそれぞれ製造れた。基本的な部分においては5201系の改良増備型であるが、昇圧速応対応になっていることと、 カルダン駆動方式や台車が5201型から変更されたほか、後期に製造された車両では、車体の形状に変更が加えられていた。このあたりの過程は急降下車両の3301、計、3501型から3601.3701型への変化と類似する。車体は5201系同様、全長約18.8メートル。 車体幅2.8メートルで、裾部分も R の付いたタイプであるが、屋根型の R が400ミリメートルと多形式より、大きい分だけ側板から、屋根のカーブにかかる位置が低く、多形式と連結されると凹凸がよく目立った。側面窓配置は D1D3D3D2、D 乗務員扉、D 客用扉、客用扉は普通車両標準の幅1400ミリメートルの 両開き扉を継承し、ドアガンの3枚窓も5201型を引き継ぐ、連続窓風の窓柱の細いタイプであった。正面のデザインも5201系、構成車を引き継いだ貫通扉付きの正面3枚窓で、左右の窓状に全消灯を取り付けていたほか、左右裾部には微灯を取り付け、左右の窓の外側には、雨どいが露出した状態で取り付けられており、 車掌台側の雨どいの横には屋根上のステップが取り付けられていた。内装はロングシートで変更はないが、内張りに薄緑色のメラミン化粧板が採用された。最終装備車の5249から5254は、つまめんは完全な切り妻状に変更されている。台車及び伝送品であるが、台車は5201型までの空気バネ台車から、 急行下車両の住友金属工業 FS-341 をモデルにして、それをジェットカーの 762mm 上軽車輪に合わせてモデルチェンジされた俗ネ台車の FS-343 を装着し、歯車比は他のジェットカー各形式同様74、13の高ギアであったが、主電動機は出力 75kW の東洋電気製造製。 tdk-814b を4機搭載、制御機は、昇圧多応の東芝製 mm-12a を採用したほか、駆動装置もそれまでの直角カルダン駆動から、中空軸平行カルダンに変更された。パンタグラフは、奇数車、偶数車のいずれも、運転台寄りに1機搭載した。5231型は、ジェットカーの 各形式と同様に普通運用に充当されたほか、増備とと共に残存していた1101計画形式の置き換えにあたり、1963年の最終増備とと共に1101計画形式は、普通運用から離し、淘汰された1101計画形式は長と及び、事業用車の151型への改造を目的に、旧車となった車両を除いて、全車廃車となった。 登場直後は高加減速性能をフルに生かしたダイヤを組み、前線投資の特急と西宮折り返しの急行も含めた10分ヘッドのダイヤの中で梅田元町間を47分30秒で走破した。また、休日ダイヤの臨時準急にも充当されたことがある。当初は2両編成を中心に運用されていたが、1963年2月の ダイヤ改正では12分ヘッドとなったことから、ラッシュ時を中心に5101、5201の両形式を一両増結した3両編成を蘇生するようになった。そして普通運用のジェットカーへの置き換えが完了した1963年12月のダイヤ改正では、夜間を除いて普通の3連運行を実施、有ラッシュ終了後、車庫もよりの雨が咲き、 新在家の領域で一両を開放、その後は二連で運行した。1964年に千鳥橋から西九条間が延長されて、路線名も電房線から解明された西大阪線に5231型も他の大型車と同様に二両編成を組んで入線した。1967年11月の昭和辻には当初の計画通り四回路を直列に接続して二両の 打ち片方を低圧車、もう片方を高圧車とする、押し取り昇圧方式で、対応、二両ユニット化されるとともに、中間連結機が棒連結機に交換された。昇圧後に増備された5261型と5311型が登場した1969年頃には、二両固定編成が5231。 5261の両形式で17編成34両、増結用の単車走行可能車両が515101、5151、5201の各形式36両が勢ぞろいし、これらの編成を組み合わせて朝ら主時4両編成、デイタイム及び、夕ら主時3両編成、夜間は2両編成で運行するという決めの細かい、運用を、行用になった。 主な運用パターンは、4連でラッシュ運用に充当後、天ヶ崎内市は、見陰で1両開放、有ラッシュ終了後再び、天ヶ崎内市見陰で1両開放して2両編成で、終電まで運行した。入港後、再び翌日の運用に備えて、車庫内で4両編成を組んだほか、早朝2連で出港して、今度は、天ヶ崎内市見陰で2両増結、ラッシュ運用に充当された。 この運用形態は1977年に5 1 0 0系、2台が登場して、初期投入のジェットカー各形式の置き換えが始まるまで行われ、その後は早朝寝や2両、その他の時間帯は4両といった形態に簡素化された。1970年代後半、5 1 0 0系、2台の投入と5 2 6 1系比例防車の 冷房改造によって普通系車両の冷房化率が向上すると、非冷房で残る5231、5151、5311各形式の処遇が問題となってきた。このうち5151、5311の両形式については今後導入予定の普通系電気子直波制御車のテストベッドとして1980年に 制御機を回生ブレーキ付きの電気子直波制御に換装するとともに、冷改造を実施することとなったが、5231型については、使用年数と今後の対応年数及び在籍車両数を勘案して、冷房改造を実施せずに代替車を新造して置き換えることとなった。1981年には5151。 5311両形式の運用実績をもとに改正ブレーキ付き電気し、直波制御の5131系5331型を、新造、5231型は両形式に台車および主電動機を提供する形で配車することとなった。配車は両形式の新造に合わせて1981年から1983年にかけて実施。 運用を離脱した車両が、天ヶ崎駅構内の側線に留置されて、代替車の登場と共に順次廃車された。1983年4月7日に廃車された5249から5252の4両を最後に、阪神電鉄の営業用車両から比例防車が消滅したことにより、日本の大手私鉄では、初の全営業用車両の冷房化が達成された。 廃車後、5231から5240と5249から5254の車体が、京福電気鉄道福井市社、現在の越前鉄道に上とされ、同社の2101型となった。また、5243、5244の車体が高松琴平電気鉄道に譲とされて、同社の1053型となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。